1ヶ月皆さんこんにちは、アリストムです、はい、ということで今月もダイエットの結果報告動画を撮っていきたいと思います、うん、あらこで言ってもしょうがないので変則からしていきたいと思います。はい、先月の数字がバストが111センチ、ウエストが89、ヒップが105だったんですよ。4月に出てきたと思います。今月もお世話になります。今日はヒップから来たと思います。怖っ、ちょっと怖いな普通に。はい、104です。待って、お尻105ってことはマイナス1。いいですね。なんかね、6月はね、前のね、その1ヶ月報告くらいまで全部増えてたんですよ、体重とかも。全然いいよ。次、ウエストはですね87です。マイナス2。そして問題の減ってるか一番怖い、バストって普通に測るの。別にバストは111ですね。バスト変わらず。よかった、ちょっと増えたりとかしてなくて。ということで体重を測っていきたいと思います。はい、ということでいい感じだったんじゃないですか。いい感じって言ってもなんかそこまで腐ってるわけではないと思うんですけど、先月よりね、ちょっとでも本当にそれぞれ少なくなってて安心しました。ということで7月振り返っていきたいと思います。まず先月立てた目標が腸内環境をまず一つ挙げたんですよ。腸内環境は今月はめちゃくちゃに良かったです。本当に何の行動して変わったかなっていうのは、一つはアイドル水でした。なんかアイドル水の効果の中で便秘改善みたいな効果があって、それがもしかしたら結構あったのかなって思います。前はなんか本当に2週間に1回出ない時とか結構あったんですけど、今は本当に2日に1回とか1日に1回出るペースにもなってて、なんか本当に変わったなって感じでした。でもなんかその水を飲みすぎなのか、結構なんかギュルギュルな時もあって、そういうのもちょっと調節していきたいなって思いました。であと腸内環境の改善に関してはキウイをめっちゃ食べるようになったんですよ。なんかコメント欄でキウイ食べると一発だよみたいなコメントめちゃくちゃもらってて、実際のとこどうだか分かんないから、アイドルスも飲みつつ朝オイコスと一緒にキウイを混ぜて食べてたりしたんですけど、確かにめちゃくちゃ出てたなって思います。で、実はなんか私ダイエットを始めて YouTube 始めて半年が経ったんですよ。やばくない？普通に半年間ずっと見ててくれた方もいるし、新しく私に出会って見てくれた方もいるし、今登録者数が17万人、なんか本当たくさんの人に見てもらえてることが本当にすごくてびっくりしてる私はなんかそれとダイエットを始めた頃が86キロからスタートして、今が74なのでだいたい計12キロ痩せました。全然体重が変わらない期間とか結構あったんですけど、その体調を崩す前とか73とか行ったりだとかもしてたので、あ、ちょっとずつもしかしたら停滞期抜けてきたんじゃないかなって個人的には思ってて、結構最近ワクワクしながらダイエットしてます。で、もう一つ先月言ったのが睡眠時間だったんですよ。もうね、睡眠時間に関しては一生無理もう本当に一生の課題だなって思うぐらい私睡眠時間は取れない、マジで。最近は7時間8時間個人的に寝たいんですよ。すごい、なんか私寝ないと本当に何もできなくなっちゃう人間で、眠いともう眠いと話聞けない、作業できない、動かないみたいな感じになっちゃう人間で、本当に作業効率悪くて寝れないこともあったんですけど、でも改善しようって結構自分の中で思ってたので、もちろん寝れてる日もたくさんありました。で、寝れてる日はなんで寝れてるかっていうと、先月も言ったんですけど作業効率が悪いって自分は、あ、もうこれマジで編集だとか撮影のねスケジュールとか全然私こなせなくてダメだったと。じゃあなんでダメなんですかって自分で考えた時に、一日のリズムが悪いわけよ。夜絶対寝るのに昼間遅くに起きちゃうから活動時間が短いの。だからダメやんそれってなんか。で、だから最近は朝早起きして朝散歩行くみたいなルーティンをめちゃくちゃしてて、ストレッチしたりとか、なんか私インスタもやってるんですけど、インスタのねストーリーとかでよくね、なんか6時とか7時ぐらいにおはようみたいなストーリーとか結構上げてたりしてて、なんかやっぱ早起きしたおかげでスッキリして一日を始められるっていうのもあるけど、やっぱ何時から何時までは仕事するとか決めて今月は動いてたので、ダイエットの時間とか睡眠の時間とか YouTube の時間とかも完璧ではないけど少しずつ時間を取れるようになってたのかなって思います。なんか先月有酸素運動したいみたいなの言ってたんですけど、なんか有酸素運動に関しては結構散歩してたんですね、ストーリーに上げてた通りなんですけど、なんか途中からちょっとずつなんか足痛くなっちゃって、途中でやめてストレッチとか家でできるね気持ちいい椅子とかに切り替えることが多かったです。はい、という感じでした。来月は食事の内容も最近は全然こだわれていなかったので、まあ、質を上げていくというか、なんかやっぱ結局コンビニとかが多くて、もうすぐお家に帰れそうなのでお家に帰ったら食事の質
とかどんどん上げていきたいなって思います。まあ、今事務所で生活をしてるんですけど、やっぱ事務所じゃ自炊とかどうしてもできないんですよ。半年前ぐらいから最近出てきた YouTuber がさ、事務所で撮影して事務所でご飯とか作ってるのなんかちょっと気まずいやん。でもうすぐお家に帰れるので、しっかりとね落ち着いたら大好きなね食事の質とかを上げていきたいなって思いました。はい、体重ちょっとずつ落ちてきて、一番気にしてたのがちょっと胸が減っちゃうことが一番怖かったんですよ、ダイエット始める前から。なんかどうしても残したくて、私なんかすごい筋トレとかも結構バストケアとかマッサージとかね、ナイトブラとか気にしてやってて、今のところまだ一回も減ってないし、なんならバスト上がったので、私ちょっとこれからも気をつけていきたいと思います。はい、それと最後になんですけど、 YouTube 始めて半年が経ちまして、いつも見てくれて本当に本当にありがとうございます。なんか先月の報告で、私本当にダメダメで病んでて、本当に病んでたんです。本当に病んでたん、もうなんか鬱なのかなって思うから本当に病んでて、だけどたくさんのリスナーさんたちが本当に私のなんか彼氏なのってぐらいめちゃくちゃ DM くれて、めちゃくちゃ勇気づけてくれて、なんかもちろん体重の減らないことに関していろんな意見をいただいたんですけど、それでも頑張ろうって思えたのも間違いなく見てくれて一緒に頑張ってくれてる人たちのおかげだなって、今月1ヶ月本当に身に染めて思ったので、これは感謝伝えなきゃいけない、これはもうみんなに大好きを伝えなきゃいけないと思ったので、喉を借りて言わせていただきました。まあ、自分のチャンネルなんですけど、1年後にはモデル体験になっていることを目指しているので、これからも一緒に自分がなりたい姿になれるように一緒に支え合って頑張っていきましょう。ということで、リセともよでした。この動画が良かったらチャンネル登録とよろしくお願いします。そしてこれからも一緒にダイエット頑張るよっていう方、私を見てくれてお辞儀あげてるよっていう方、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 TikTok とかインスタとかその他もろもろやってるので、ぜひ拡散とリセットも復興して一緒に可愛くなろうって周りの人にたくさん言ってください。よろしくお願いします。ということで、リセットもよでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。